世界転生って知ってるか？神様の手違いの事故で死んじまった俺は、別の世界で新しい生活を送ることになるらしい。お前は思いっきり好きに生きてくれよ。頼むぜ、ケルビン。せっかく前の傷が癒えてきたところだったのにさ、こちとら回復キャラいないんだよ。責任取ってくれんのか？ごめんなさい。机を投げたのは私です。無茶を言わないでください、ベルフ様。さっき水の怖さを知ったばかりではありませんか。ここを渡るなんて危険すぎます。お前のことちゃんと見てるからな。俺はナンバーワンヒーローを超える男だ。よく覚えとけ。いいだろ、ピザ安いし美味しいし、みんなでつまめるし。お前はどうせいつものドリアだろ。なんだか貫禄増したな。慈悲をもって我らの大地を憐れみたまえ、守りたまえ、オンリアーフ。早くヒーローになって父ちゃんたちを楽させてあげるんだ。先輩、復讐は何も生み出しません。ゴミならせめて燃えて俺の薪となれ。夢を見るんだ。幸せな夢なんだ。俺は強くて、誰よりも強くて、弱い人や困っている人を助けてあげられる。いつでも。僕は首席じゃなくても何も困りゃしない。君の言う通り、周りが自分をどう見るかなんてどうだっていいからな。だから譲った。おかしいか。ダーリン、うちがこんなことしても悔しくないのけ？あの時の失敗を償い、シャルティア・ブラッドフォールンが有益な存在であるということを広く知らしめるチャンスが今やっと。貴様はいつもそれだ。戯れに人の心を惑わして。あ、暗いよ、狭いよ、怖いよ。別に通してもらわなくてもいいぜ。俺は俺の思うようにやる主義だ。命というのは尊いものだ。大切にしなければ。君、変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。最愛なる美の女神イーノマータの名において、封印よ、退け。タケルちゃんのことを忘れたら、私は私じゃなくなっちゃうよ。タケルちゃんといて、タケルちゃんとの思い出があって、初めて私なんだから。たった一言で変わることもある。男が寄ってたかって、女一人にカッコ悪いことすんなよ。勝手に勝負して勝手に負けるなんて、なかなか間抜けだね。しかも寒くなるのに夏服で。遅いですね。家庭教師の土曜日、せっかくみんな集まってるというのに何をして。上杉くん、死んだように寝てる。あんまり顔近づけられると恥ずかしい。パパの痛みが、気持ちが流れ込んでくる。私の痛みがパパの力に変わっていく。ラムってこんなに可愛かったのか。ごちゃごちゃ言ってねえで、黙って俺に従え。取るべき椅子は必ず奪う。六つ子ってなんか中途半端だろ。五か七だろ、収まりいいのは。は？偶数だと全体がふわっとすんだ。センター作れねえし。でも五人だとしっくりくる。
あの時滝名は仲間を救いたかった。それは命令じゃない。自分で決めたことでしょ？それが一番大事。デジャブだとか、正夢を見たとか、そういうレベルじゃない。俺は7月22日をもう一度繰り返してる。頭が割れるように痛い。目の奥がチカチカする。どうなってんのや、牛尾。今は違う。俺はやれるはずだ。いや、やる。そのために修行してきた。負けるな。燃やせ、燃やせ、燃やせ、心を燃やせ。逃げられちゃったか。でもまあ、押せば落ちるな、あれは。血は好きじゃん。血は温かくて気持ちがいい。考えることがいっぱいある。なんか寂しくて涙が出てきた。ありえないな。私はひどい女だ。左手はそれだけ。俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもんじゃ。ねえ、なんで人間ってお風呂入るの？なんか静かな教室で二人っきりだとさ、世界に二人しかいない感じしない？ OS OS、頑張れ頑張れ頑張れ坊ちゃま。私も知りたい。和也くんの誕生日。悪魔が恐れるデビルハンターはな、頭のネジがぶっ飛んでるやつだ。俺に教えてくれないのか。ここまで命を張って戦った分の報酬が欲しいだけだ。歌の話をしよう。無理ですよ。私、家事はお片付けしかできませんもの。あなたがラムのご主人でしたのね。はじめまして。だから僕はこの国を開国するんだ。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。失礼。敵戦につき少々威嚇した。きっとね。約束よ、ラムちゃん。じゃあ私も行くわね。そう、せっかくだから練習相手になってよ。相手役が風太郎くんね。全員平等もいいが、そこに至るまでを否定しちゃいけない。平等じゃなく公平に行こうぜ。調子悪いお前とやり合ってもつまらん。まだ死ぬな。弱気なこと言ってんじゃねえ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言うじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。スパイミッションワクワク。勘違いしないで。私はあなたじゃなくて五条若菜の作った衣装に興味があるの。天元様、私には構わずもう行ってくださいませ。先ほどの音が聞こえましたでしょう。鬼が暴れています。子供ってやつは何考えてるかわからん。何でも泣いて済まそうとする姿勢も腹立たしい。ただいま戻りました。無理を聞いて死ぬもんを預かってくれてありがとうございます。そうなんじゃね。お前らと濡れ合ったせいで俺は落ちたんだ。
音楽には人の心を変える力があるでしょ。現実を変えることはできなくても、自分の気持ちを変えることができれば、世界も大きく変わる。ねえねえ、昨日のニュース見た？うん。クラスのみんなが一瞬映ったでしょ？なんか私、全然目立ってなかったね。ボイストック。